40口径89式 12cm7 広角砲は日本海軍が他の砲の設計を転用せず、初めから広角砲として設計した砲である。通称 12.7cm 広角砲。1932年2月6日、正式採用された。日本海軍は対空兵器として45口径3年式 12cm 砲を 対空砲として改め設計した45口径10年式 12cm 広角砲を配備していた。だが、航空機の発達や対空砲として設計されたわけではない10年式は、性能不足が生じることが予想されたため、広角砲として設計した砲を開発することとなった。設計に当たってはとされた。汚染は、閉鎖速度の速い横さ線式とされた。 以後日本海軍で開発された広角砲はすべてこの汚染方式を採用している。1929年より設計が開始され1931年に第1号機が完成し、翌年2月に40口径89式12センチメートル7連装広角砲がとともに正式採用された。射撃速度はカタログ上では最大毎分14発を 発射可能となっているが、1933年の法術年報には、訓練すれば毎分12発で撃てる非常に良い方と記され、1939年に実施された対空演習の実績によれば、本法は1分間に7、8発発射できれば良い方と報告されている。また本法の次元進化は、装填時に自動的に調停されるが、この調停機の開発は難航した。 当初は誤差が許容範囲内に収まらず、一説では1935年にようやく安定した制度が出るようになったと言われているが、1939年の演習でも新艦庁定期の誤差について触れられている。アメリカ軍の過劣な航空攻撃に直面した1944年のレーテ沖海戦の参加官からは下記のような報告がされている。 戦争末期に建造された松型駆逐艦では、手法として、従来の駆逐艦が装備した50口径3年式12.7センチ砲に代わって、本砲の電動機出力を増強したものを装備した。対空戦闘、対水上艦戦闘の双方に対応できるため、洋兵側は、高評価を与えている。A1 型初期の開発型 A1 型改め一重、巡洋艦用。 波よけ立て付き A1 型改めに航空母艦用、倍延よけ立て付き A1 型改め3、大和型戦艦用、爆風よけ立て付き A2 型大量生産用、A3 型照準機の変更 A4 型照準機の変更 B1 型松型駆逐艦2番砲用、電動機を1 0ットから1 5ットに強化し、旋回、不行速度が上昇している。 B2 型校舎装置搭載艦用、B1 型改め4、松型駆逐艦に一番法用。日本海軍の広格法では最も成功した砲と言われている。戦艦、空母をはじめとする多くの主要艦艇に搭載された。ありがとうございます。